お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらのゴール三十四エリババゴルナエリやっていきたいと思います。ってことでですね、視聴者の方にねいただきましたこちらのデッキを今日はねやっていきたいと思います。 YouTube のコメントかな、 Twitter の DM かな、わかんない、どっちか忘れたんですけども、なんかこんなデッキ使ってほしいっていう意見があったので、はい、今日やってます。なんでそういう意見をね待ってます。採用する確率はめちゃくちゃ低いです。はい、低いですけど、たまに採用するので、ぜひね意見ください、お願いします。ということでやっていきましょうか。で、まあゴレさん重視なんてもう最近じゃあネタやんけっていうデッキですけども、ほんと昔はね当たり前にいました。それこそ三重視がやっぱ強かったので、昔は高回転三重視、ジャイ三重視、ゴレ三重視、まあ稀にペッカ三重視とか、うん、まあいろんな三重視が当たり前にいたので、まあ最近じゃないですけどね、エリポンをまあ置いていかなきゃね、何もできないよねっていう、重いんでね、やっぱゴレ三重視は。さあ、ということで相手が動いてこないので、まあ僕も動く必要はあんまないかなっていう。えぐくない？手札。ゴレ三重視、エリババガゴムレって。1万コスト低くてガゴムレや。終わり。この世の終わりみたいな手札してる。どうする？いや、エリポン置けるとね、エリポン置いて、まあなんか、ね。イチャイチャしとけばいいんですけど、エリポンないので、これ待ち得かなっていう。いや、待ってからの三子展開かケツコレ展開は悩むんですけど、どっちがいいかな。まあ、ゴレドゥーンでもいい気がすんな。何使ってんだ、クラロワ利用入試。なんだそれ、そんなのあんのか。クラロワで学校受かるみたいな。クラロワ学校。いいな。入りてえな。評価クロスボウ以外5満点つきそうだけどな、俺どうだろう。ちょっといいね、そんなのあるとちょっと面白いね。俺今回のやつ三重視3点だったみたいな3点は低すぎかみたいなねあそこの立ち回りがね、あそこでゴレ展開したのが良くなかったね、初手ゴレしてたからマイナスみたいなね。いやー、追加来るかな、怖い。はい。初手ゴレしたから、100点クソみたいなテストだな。さ、いや、ゴルナイムーとか、一旦エリババつけようか。これマジ打ちとかやるとね、結構きついんですよね、このデッキ。いや、これライトニングありそうだけどな。でもなんか相手めっちゃきつそうじゃね、これ。エリババが。なんか、初手ゴレして、いやーでも1本取ったからな俺。ちょっと皆さんはご存知でしょうか、戦略的防衛エリポンです。これマジで昔はこれ結構当たり前でしたからね。エリポンでホグ守るとか、エリポンでなんか釣るとか、なんかエリポンの HP が高かったんですよね前。そう、戦略的にねエリポン防衛で分からしていく。さあ、初手ゴレしたので、100点です。はい。入試合格です。来ました。勝てば合格。負ければ、ね、入試不合格です。オーケーイ。さあ、8勝、12勝、なんか12勝してほしいみたいな感じだったんですよね。その、DM いただいた子が。そうだったので、ちょっと12勝目指していきたい。またね、5番目にリポンないんですよね。で5番目にリポンあった時に、手札にヒースピあったらバカついんですよね。ヒースピからないリポンができるんで、実質初手リポン。さあ、相打ちタルなんで3択っすね。スケラゴレエジャイ、まあなんだろうね、ナイトなんでもうスケラでしたね。さあ、ここは端前で止めて、まあゴルナいるからな、ダッシュしなくても良さそうですね。いや、結構いいエムしてるんやん、ゴルナいくんからのですよ。ここで、立ち回りが2パターンあって、まあ、エリポンをおとなしく置くパターンと、エリポンを勝手に三重視を出すパターンがあるんですよ。で、まあ、エリポンを置いたらエリポンを置いたら、ここに絶対ポイズン使ってくると思うんですけど、これ使ってこないとヤンキーなんですよね。いや、ヤンキーなんですよ。ヤンキーなんですよ。三重視から行くと三重視にポイズン使ってくれるパターンに、そのパターンがあったんですけど、いや、これマジで爆美味しいですね。これだって相手のナイトベビー止めれつつエリポンも置けてるんで、いや、これは相手のプレミっすよね。
さあ、でも暇なので、まあここゴレ展開ワンチャンだな。スケラはね、ヤナアメだけで許容するっていうおしゃれ防衛があるんでね。でゴレ展開して、ここでゴレ30しかガコムレカで組んで、そこにポイズンを使わせたいんですよ。そしたらエリポンが立つっていう、この無限のサイクルをやっていきたいんですけど、どうだろう、綺麗なトルネードで行かれるかな。トルネアイビズ的なね。いや、アイビズこれ強くなったっすよね、マジ。まあエリポンか。まあ、なんかあれで苦しそうじゃない。見つけちゃった、見つけちゃった。君厳しいで苦しいね、絶対。これ絶対苦しいやん。いや、マジで。ここで、まあ、端前ガゴムでしても熱いんですけど、何しても熱いんですよ。今、10ワードぐらい取ってます。えぐいですよ、これ。相手こそ2とかっすよ。で、ここでエリポン浮いちゃう。外役スタイル。いや、これ、相手終わりです。これ、絶対俺、そんな守れねえやろ。いや、ワンチャン守れんのかな。さ、まあ、サンジ添えてあげて、追加でね、追加じゃなくてもいいのか。こういうのでも。で、ないと？いやー、いい受けされそうだな。まあでも、ゴルナ走ってもらって、なんならエリババが右サイドに行くのちょっとだけ熱い。いやー、全部残ってる。さあ、終わりです。無理です。守れません、相手、それは。いやー、やばいっすよね。吐き気がしそうな、えぐいです。えぐちんですけども、刺さると強いねっていう。エリポンが溜まればね、マジで強い。ガゴムレも30子も、まあ、エリババもなんかね、いい感じのチンパン度があるっすね。さあ、ウォールブレイカー来る。で、これは、まあ、エリポン来るんですけど、まあ、僕のこれきついのは、まあ、見てわかる通り、エリポン壊される戦術なので、ディガーだったら嫌ですね。ドリルだったらまだ救いですけどね。ああ、さあ、いや、ファイブを打たれるものの、これは、エリポンが多少残ったんで、許せるっすね。で、ヤナメはね、打たないかな。さあ、ゴブドリですね。いやー、ゴブドリは、普通に嫌です。まあ、スケルトン部隊と、まあ、なんでしょうかね、バルキリーか、スケキンかとかあって、結構受けが豊富なんですよね。そう。まあ、なんで、まあ、ここゴールネイつけて、スケベ防衛されたくないかなっていう。さあ、ゴルナイ使ってあげて、マスケにちょっと頑張ってもらってね。もうスケキンのスキルも嫌だよね。さすがにこれは嫌だな。で、ウォールブレイカーはヒースピかな。ガゴムレで守ってもね、ハイスピでいかれちゃうんだよね。いや、これでもいい。あー、痛い、痛すぎる、もったいない。さあ、どうするかね。これ悩むっすよね。まあ、リポン、基本、置き得だと思っていいっすね。で、ウォールブレイカードリル来て、ウォールブレイカー許容の無視っすね。うん。さあ、これは、全然いいですね。ゴルナイダッシュしとくか。しなくてもよかったかな。これはさ、どうなんだ。まあ、スケブも何でもあるからっていうやつか。まあ、おとなしく、ケツこれでいっか。2倍タイム入るしね。いやー、これはね、イーフェもファイブも全てがきついんで、どうだろうな。マジでなかなか難易度は高いっすよね。勝てんのかこれ。イーフェがね、結構渋いっすよね。まあ、でもファイブだけだとここが粘れそう。いやー、うまいファイスピですね。いや、でも、いや、マスケのミリが残ってる。あつ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 。殴れ。ゴレがパンチしろ。いやー、これ、マジで、あの、ちょっとでも残ってんの結構渋いんですよね。まあ、でも、三種展開して、ヤナアメ2周？ヤナアメって2周でいけるもん、これ。ヤナアメのダメージな、前までクミちゃんだったんだよな。いやー、渋くなったな。もう忘れちもったっすね。111、やばい。いや、めっちゃいいガゴムレ。でもクミちゃん2周これいけるか。クミちゃんでいきます。吹き矢来い。吹き矢
学校もね。いや、ゴールデン頑張ってる、ゴールデン頑張ってる。ウォールブレイカーツリーですよね。さあ、で、これはもうドリルだけ、ハシメカゴムレに5使わせて、いや、ダメで、オッケー！熱い。いや、ドリルに勝つのは熱い。しかもなんならインフェ。さあ、まあ、5だけなんで、自陣の30射残るものの、ね。いや、いいね。え？まさかの、無敗12はやばくね。ゴレスタウチで無敗12はね、さすがに笑える。さあ、よろしく。一旦エリポンがないので、まあでも基本的にエリポンっすね。もうエリポンのことしか考えてないですね。ダメージ2000ぐらいなら受けていいんで、エリポンですね。いやー、このスケバレちょっと強いよなー。てか、バレバレ枯渇っすね。そう、今の環境というか、ちょっとバレバレが強いんですよ。そう、で、これ縦線かゴルナイかが来るっすね。そうなんすよね。バレバレがちょっとだけ環境っていうので、普通に嫌ですね。でヒースピは、スケバレに取っときたかったけど、まあ、これはしょうがないか。うん。さあ、バレバレです。いや、インフェのデリウッドなんで、どうだろうな、これ。エリポンはでも置き得か。エリポン置き得だけど、スケバレバレる、結構苦しいっすね。まあ、でも、これはゴルナイだけで受けたい。うん、ユニットで受けれそうな時はできるだけユニットで受けて、本当にやべえ時だけ、やらめ使うかな。よしよし。いや、熱いね。しかもこれ、デリウッドなんで、流行りのやつが。これ吹き矢だけやってこい。熱い。よし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 。で、まあこれは別に、なんだろうな、縦線と、もう一個なんかとかで多分しばかれるんで、デリバリーか。デリバリー、粉読みガゴムレ。とかありっすけどね。さあ、ここはおとなしく矢なめ使うか。来たら悩むね。で、ここにデリか。で、エリポン来たいっすね。一旦エリポン貯めて、結局エリポン貯めれたら俺の勝ち。いやー、殴ってほしかったな。さあ、ゴルナイで受ける。いや、めっちゃ殴ればいい。ガチでいい。なんなら勝ちゲーしてる。さあ、30して許容。いいね。ちょっと痛いけど、ちょっとだけ。で、30して走ってほしくない。セパ、あ、セパだったんだけどな、君。いや、マジ、痛すぎ。これ、デリでしかも散っちゃうんすよね。これ、相手ミスってる。おつよ、おつよ、相手ミスってる、ミスってる、ミスってる、ミスってる。いや、このぐらいもうちょい高めでもよかったな。え、なんか勝てそう。一発。いや、マジで、え？そんな感じでいい？そんな感じでいいのっていうようなね。さあ、しかもこれはもう許容っていうか神の矢の雨。いやー、勝った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 。熱い熱い熱い。まあ、これも結局エリポンゲーか。で、ここのガゴムレは読めないだろ。さあ、いや、こんなんもう無視でいいやん。折ってくれ、なんなら折っちまえ、折っちまえ。おい、さあ、2つ縛っていく。結局エリポン、まあ、30種も直近ね、強化されてますから、マスケがね。そう、だから普通に強いんですよ。そう、三獣士も強い、ゴルナイも強い、エリパパも強い、ヒースピも強い、ヤナメも強い、ゴルもまあ、強い。ってことは強いよね。そういうことなんです。さあ、これで、12-0に。いやー、これはでも悪くないな。うん、いや、悪くないけど、特別いいかって言われると、そうでもない。インドラあったら、泣きたいな。で、相手のファイブザップなのかな。まあ、ラバルっぽいっすけどね。守るかどうかも結構悩むとこではある。あ、ラバクロです。まあ、でもこれは、コウモリ全部いけるから、普通に美味しい。あ、で、あれはゴレ破裂ぐらいは、ね、許します。この後の防衛がね、相手きついと思うんすよ。そう、両方使ってっからね。まあ、ランバーとかかな。あ、ラバクロのファイブですね。エリババだったら使ったな。いや、これ熱い。バカ熱い。スケブ相手使ってくれたんで、これ多分止まんないですね。一本折れます。あ、でもうまい。スマホバキュアはうまいです。まだ一本折れりゃ別にいいやっちゅう。うん。で、あとは許容ですね。で、これを繰り返すかな。で、ラバクロファイバーなんで、低めの三重子がね、まあ相手はね、落ちんなわけですよ。わかりますか？落ちんなんです。
無理なわけですよね。そんなので、まあ、あとエリポンも既読だね。低め三重視で、まあ、ダメージ受けながらのかな。いや悩むねこれでも。ここの立ち回り、いやここはフルで守るんじゃなくて、なんなら攻めの意識で、ランバーコウモリクロンピテも低め三重視が最強なんで、うんっていう、ここの三重視が攻撃されなければね、よしよし。いや低め三重視最強、いやマジで最強すぎる。でも全部いけるんだよ別に。でここでゴルナイからのファイブ使ったんで、ゴルナイも走ってもらって、熱熱熱熱フィーバー来た、こりゃ止まらんぜよお主来た。まさかのまさかの 12-0。 いやこれでロワイヤル API にラトさんがゴル三重視で12勝したよっていうのが出るんですよね。なんか恥ずかしいな。さあ来ました、ゴル三重視が強いのかもしれないまあエリポンが多分強いだけなんですけどね、こんなん。いやそう本当にエリポンゲーなだけなんで、まあちょっと気になった方いましたらね、先ほどのねゴル三重視これですね、はい、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。まだね。